はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今から FGO の動画撮っていきたいなと思います。今回はお知らせの方のアップデートについて情報が出てたんで、それについてまあお話ししていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ではやっていくんですが、まあカルデア広報局より2018年9月を予定しているゲームアップデートについてお知らせいたします。下記にアップデート後反映されている更新内容のうち代表的なものをご紹介させていただきますって書いてるんですが、まあそれね、もう新機能に関して結構自分は嬉しいなって思ったよね。まず一つ目がパーティー編成、パーティー確認において、パーティーをコピー、パーティー名をクリアして解散を追加いたします。またこれに伴いパーティー選択解除ボタンはパーティー編集ボタンに変更となりますって書いてるんですが、このパーティーコピーできるっていうのが超絶嬉しいんだよね。まあ理由としてまあいろいろとあるんですが、まあ自分いろいろと5から10に関してはパーティーをいろいろ作ったり改造したりとか結構してるんですが、その時にね5だったら別にいいんですが、7のやつを消しちゃった時にまあ7に新しいの作ればいいんですが、そのなんだろうな、いや変更する時に5のやつを7に持っていきたい、5、6のやつを6、7に持って5のやつに新しいの作るっていうのを自分やってるんですよね。そういう時に結構便利だなと思ったりとか、あと逆にね、種火とかの周回パーティーもともと作っといて、まあそれを消さなくちゃいけない時にちょっと違うところに置いといて、また戻すっていうこともできたりとかするんで、まあこれに関しては結構いい感じかなと思います。でパーティー名をクリアして解散もね、結構便利かなってやつだね。まあ上っ側にね、なんかパーティー名つけてる人、まあパーティー名つけてない人は関係ないと思うんですが、ここんところ周回用っていうのを、まあまとめて消せるっていうのを考えると、まあやっぱいちいち消すのとかね、めんどくさいからね、すげえ楽になるんじゃないかなと正直思います。これに関しては普通にね、いいよね、いいアップデートだよね。で、二つ目なんですが、プレゼントボックスにフィルターを追加いたします。で、プレゼントボックスのアイテム種類ごとにまとめて受け取るようになりますって書いてるんですが、これ結構いいんだよね。で、書いてるんですが、選択解除したカテゴリーの対象はリストから表示されなくなります。まとめて受け取るでは、表示されてるプレゼントのみ受け取れますって書いてるんで、まあ、もしね、仮に石を貯めたいって思ってる人だった場合、この、あれだね、石のところのフィルターを消しておくことで、まあ石がずっと見えなくなるじゃないですか。で、その時にね、めっちゃ便利なんですよ。なので、自分どちらかっていうと石貯めようとか思った時に、プレゼントボックスに置いとく派の人間なんですけど、その、プレゼントボックスでわざわざいちいちね、選ばなきゃいけなかったっていうのが超めんどくさかったんだよね。ただそれがなくなるっていうのが結構便利だし、まあ正直その、あれだね、サーバントとかあんま使わないところもあるかなと正直思うんですが、まあ仮にイベントアイテムのやつこれ消しとこってやった瞬間にね、イベントアイテム今回のゼロイベのやつとか、ゲットできないってことになるんで、まあちょっと事故すること、事故が起こることはあるとは思うんですが、まあそういうのもいろいろ入れてもまあ結構いい感じかなと正直思います。でまあそれ以外マナプリズムとかね、強化アイテムコマンド強化アイテムもある、けど強化アイテムサーバント、なんか割と使わないところも結構あるけど、まああれだね、リンゴじゃないわ、普通に交換券と石に関、交換券予備付石ら辺に関しては結構、使う人は多くなるんじゃないかなと自分としては思います。でこれが実装されたと同時に自分が思ったことは、まあボックスイベ、まあ今ねネロ祭が来るか来ないかでいろいろ議論されてると思うんですが、そのネロ祭で一括ボックス開けっていうのが追加されるんじゃないかなと正直思ってます今。これの追加ってことはわざわざプレゼントボックスのやつを修正したってことは、まあネロ祭のやつ修正来てもいいんじゃないかなと。一括わざわざ10個開けるところをまあ全部箱ごと1箱ずつ開け入れるってなったら正直俺はめちゃくちゃ嬉しいんで、箱開けのためだけに2日間時間かけるとかほんと苦行なだけなんで、まあそのことを考えると、なんだろう、今後のアップデートって結構気になるよねっていうのもあるね。で、ゲーム回収としてはコマンドカードの自動ロック機能を追加いたします。獲得したホスター以上のコマンドコードは自動でロックされるようになりますって書いてるんですが、正直レア度以上、レア、まあ R 以上、ホスター以上、あれロックされるんだ、ははーって思いつつも、
俺星4のロック機能っていうのを作ってほしいなっていうのが結構あるんだよね。あの星4サーバントってもともとロックされてないから自分でロックしないといけないんですよ。なのでどちらかっていうとコマンドカードで発作以上のやつ自動ロックっていうよりも星4の自動ロックを追加してほしかったなっていうのはここではあるね。うん。でまあ以上が2018年9月に実施予定のゲームアップデートの主な内容って書いてるんですが、まあこれに関しては多分強魔風のやつで発表されるんじゃないかなと思うんで、まあ早くて来週とかには実装されそうだなーっていうのはあるよね。あとここ書いてるんですが、なお今後も期間限定イベントや期間限定キャンペーンにおいてメインクエストクリアが開放条件となるものを予定しておりますって書いてるんで、まだメインクエスト終わってない方に関してはまあ今ゼロイブあると思うんですが、まあゼロイブをさささって終わらしてストーリーを進めておくっていうのが一番いいんじゃないかなと思います。でもうここまでね、正直運営がもうメインクエスト進めてくれ早くお願いって言ってるから、まああの最近始めたばっかっていう人は別なんですが、全然ストーリー自分やってないっていう方に関してはあの配布とかそういうサーバントもゲットできないっていうことになって、もう完全的に自己責任ですよっていうのはもう運営が言ってるんで、まあそうならないためにまあ今のうちにやっておいた方がいいんじゃないかなと思いますっていう感じかな。まあ不具合とかいろいろあるけど、まあこれに関しては後々対応されるでしょう。以上ということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくれた皆さん、ご視聴ありがとうございました。次回も FGO の動画撮っていきたいなと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。それじゃあバイバイ。最後まで見てくださりありがとうございました。よかったらチャンネル登録とよろしくお願いいたします。 Twitter や生放送もやってますので、よかったら覗いてみてください。それじゃあバイバイ。